島田陽子、熊田陽子。本当女って陽子って名前がつく人多いよね。そういえば沖縄にもいるよ。具志堅陽子。世界ジュニアフライ級チャンピオン具志堅陽子さん、沖縄が生んだ大スターだ。あの大記録は未だに破れないぞ。母校の興南高校、これもすごい学校だ。もう甲子園も常連だしね。興南高校の伝統を具志堅さんに聞いてみた。具志堅さん、興南高校の伝統って何ですか？ナショナル。沖縄の星が具志堅さんが防衛した時にチャレンジャーに言った言葉がこういうのがあった。具志堅さん、今日の相手はどうでしたか？具志堅さんこう言った。チューバーでしたね。具志堅さん、チューバーってどういう意味ですか？あの、これ全国ネットなんで皆さんに分かるようにお願いします。チューバーってどういう意味ですか？ディキアーです。沖縄の人しか知らない。この前ね、久々に沖縄帰ったら、那覇空港着いたら友人と会ったの。びっくりしたね。ほんと30年ぶりだったかね。もう感動の再会よ。その友人も俺に気づいてね、俺の方に近づいてきて感動の一言、こう言った。いつ帰る？今着いたばっかだ。まあ沖縄の人はね、会うと必ずいつ帰るって聞くの。この後親戚の家に行ったの、墓参り行って。そしたらね、沖縄の人はね、もう回ったら大変。次から次からね、もう食べ物が出てきてね。売り食べなさい、これ食べなさいと、もうカメカメ攻撃って言うんだけどね。それで親戚のおばちゃんがね、帰り際に俺に向かってこう言った。いつ帰る？一週間いると言えなかった。今日は久々に帰った沖縄でびっくりしたことがいっぱいあったんで紹介しようと思う。車に乗ったらラジオから流れる渋滞情報を聞いて、これまたびっくり。久茂地交差点から松山交差点まで50メートルの渋滞です。歩けーと言いたくなりました。沖縄の人はね、歩かんさ、自転車も乗らんさ。なんでかって、暑いからさ。この沖縄の音楽なんだけど、レとラがないんだよね。レとラを外して歌を歌うと、どんな歌でも沖縄民謡になっちゃうんだってね。今日はうちの近所に住んでいる比嘉さんが歌うカエルの歌。聞こえるでしょ。続いて隣に住んでいる金城さんが歌うチューリップ。咲いた咲いたチューリップの花が、スイスイスイササ食べるとすぐに寝るよ。ゴーヤー良い子が眠るしな。それでも眠
しいたらお父さんお母さん子供を真ん中に寝かせてお父さんお母さんは端っこで寝てください。すると子供はすぐに寝るよ。おやすみ。最後うちのおじいを紹介しよう。長寿の国沖縄が産んだおじい、すごいおじいなんだ。この前ね88歳米寿のお祝いがあったの。孫たち一同でね、なんかプレゼントを贈ろうということでおじいに聞いたんだ。おじい、プレゼント何が欲しい？おじいはこう言った。若い女、おばあがいるだろう。そんなおじいはもう孫たちのアイドルだ。この前ひ孫ができて一生懸命また会話がってたんだ。高い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 としてあやしてたら、おじいはよ、高いしてしまいました。